はい、どうも、かちです。佳子さまがコロナ療養を終えて東京に戻られたようですけども、早速仙台市の東北大学で開かれる女子大生誕生110周年の記念式典に出席されるようですね。いきなり地方公務に復帰するんですね。マスクはどうしますかね。まだ潜伏期間は公務とかも控えられた方がいいですけどね。ちなみにスイートの部屋は10月まで満室でしたけども、10月2日まで満室に変更になってました。まあ消毒作業とかかもしれませんね。ちなみに握手の毛とズブズブのフジテレビは早速佳子さまを持ち上げていて、着回しコーデで素晴らしいと褒めてましたね。今年3回も着てましたってことでベタ褒めをしてましたけども、3回だけで褒められるんですね。まあよっぽどネットの声を聞いて印象を上げようとしてるんでしょうけども、雅子さまは20年以上前の靴とかアクセサリーとか洋服とかもリフォームされてますけどね。紀子さまは5年以上前の洋服とかですらないんじゃないですかね。もう5年以上前の服は弟とかに頼んでメルカリとかで売りさばいてるんじゃないですかね。ただ今回は地方に行かれている最中にコロナに感染されたんで想定外だったみたいで、握手負けの医師が急遽現地に入って同行された職員と交代されたようですね。まあ2日目からは体調が安定されたから豪邸に戻られて療養された方が良かったと思いますけどね。ホテルニューオータニのスイートルームとか職員の部屋とかもたくさん予約できない状態で満室になってましたけども、どれぐらい税金が投入されたんでしょうね。それにしても握手負けは予定があらかじめ分かっていても速報ですからね。事前に28日まで療養だから予定通り戻られただけなんですけどね。 DNA 鑑定とか会計監査する時とかに速報で報道してほしいですね。まあ公務でズブズブのフジテレビですからね。ちなみに佳子さまのペルー訪問も決定しましたね。11月1日から10日まで10日間でペルーを公式訪問ですね。ペルーと日本は外交関係樹立150周年にあたって佳子さまは記念式典などに出席されるようですね。そして気になる経由地はアメリカのヒューストン経由で行かれるようですね。それで行きと帰りに関しては11月1日に日本を出発して同じ日にヒューストンを経由してリマに到着するようですね。それで帰国する日は9日にリマを離れてヒューストン経由で10日に帰国をするようですね。ちなみに眞子さんはペルーとボリビアを訪問していました。だから佳子さまはペルーの1カ国だけしか訪問しないわけですね。眞子さんの時は2019年7月20日にヒューストンに到着して21日の未明に日本へ帰国をして22日に東京へ到着したわけですね。だからこの記事を見る限りでは眞子さんのようなズルはしないのかなって感じですね。さすがに10日に帰国と書いてるから10日未明に帰国をして11日に日本到着はないと思いますけどね。まあ、逆に言うとやはり眞子さんの前回のペルー訪問が完全に旅行目的だったことがバレたわけですね。24時間以内に別の場所へ移動するときはトランジットと言いますけども、眞子さんは1日以上ヒューストンに滞在してましたからね。完全に私的にヒューストンに滞在したわけですね。24時間以上滞在したらこれはトランジットじゃなくてストップオーバーといって目的地になるわけですね。だから前回のマックさんは完全にストップオーバーですけども、佳子さまに関しては指摘されたからかストップオーバーはやめたんかもしれませんね。ちなみに宮内庁によると佳子さまは日本からアメリカのヒューストンに行ってトランジェットでペルーのリマへ向かわれますけども、眞子さんと再会する予定はないようですね。空港から出てホテルで休まれるものの誰かと会う予定はないということですね。ただおかしいですね。佳子さまは空港から出てホテルで休まれるものの誰かと会う予定はないということですけども、空港から出るんですね。だいたい空港にはホテルが直結されていて、調べてみるとマリオットホテルが直結してあって、マリオット系は名古屋でも握手の木は利用されてますよね。だからレベル的にも問題はないだろうし、わざわざ外に出てからホテルというのが青気満々ですね。どうせホテルには誰も入れないだろうからバレないと思ってるんですよね。ちなみにトランジェットで調べてみるとだいたいホテルで1時間半から長くて6時間の滞在でした。だから一度外に出てホテルというのもちょっとどうかと思いますね。ちなみにペルーの日程についてもすでに報道陣は分かっているようですね。テレビ朝日の報道によると眞子さんと違う日程なのは、佳子さまがリマでろう学校に立ち寄られてるんですけども、手話が堪能な佳子さまならではの訪問先だということですね。まあどうせ英語で選挙レベルの手話でベタ褒めの記事が出ることは事前に分かってますけども、そもそもこの日程もおかしいですね。眞子さんはペルーでは4泊5日ぐらいの日程です。そこからボリビアに行かれたわけなんで、眞子さんよりも佳子さまは3泊から4泊長く滞在して訪問先が1つ多いだけですね。だから現地でもかなり余裕がある日程ですね。佳子さまはオーストリアとハンガリーを訪問した時もほとんどインタビューとかそういった会見がなかったようですからね。今回も眞子さんとほぼ同じ日程ならまたインタビューとかもないんでしょうね。もしかすると時間が余りすぎるので眞子さんと現地で会うかもしれませんね。もういい加減にしてほしいですね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されたと思いますか？このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。